とりあえず金が入る。5年だね。え、そんななった。5年。スポポに抜かれてるね。どうせよ。いや、今4年。4年？あ、4年か。ほんとだ。結構長いな、10年。結構でも差がつき始めた。確かにね。ただ貧乏神が脅威を全然まだ見せてないじゃん。むしろ序盤だよ。そうそう。貧乏神的にはまだまだこれからよって感じだよね。いや、ここはもうカード漁ってるほかないな。でワープに行けたらまあワープみたいな。ワープ駅に近づいた方が絶対いいと思うけどな。だってさ、なかなかここに取り残されてると次のさ目的地次第では取り残されてても長くなるよ。一人で。お、あ、出たね。で、あ、こんなとこにあった。はい、連続3連続だ。3連続だね。入るなぁ。君ら、君らしてっか。いや、してないよ。入りたいよ。おぉ、まあ、使わないな。スペシャルカード。何スペシャルカード。1から6まで。これもでかいなぁ。なんかスペシャルな感じがするよね。さて、ここ次第だな。ここ次第。はい、中津かー。いや、あれでしょ、九州の方でしょ。見ないで買うからね。金が。遠いな。遠いね。なんだ。エアポートカードで成田に向かうか。あ、渡りに船で。海に出て。うん、渡りに船が一番近いかもね。まあ今4月なんで。そろそろ絶好調が終わりそうだな。遠いね。遠い、本当に遠い。よし、もういいじゃん。全部買う。え、しかも仙人様がいらっしゃいました。何でしょう。100件目か。やった、なんかいいこと。あ、やったー、望みカード嬉しい。え、持てない。マジ。ま、これ特急しかないでしょ。くれ。特急を捨てるってすごいリッチだね。次新幹線使うかな。19か、もうこれは狙ってこう。お、望み。いや、もう一ターンで振り込んでった方がいいよ。危ないもん。ね、もう貧乏神がもう危ない。14、まあいけないもん。次、もうだって5マスで入れるからさ。ナイスカード。あ、いいね、いいね、入れる、もう次入れるよ。もう、もう2つ7、結構入れないね。あ、よし、消えた、消えた。82マス。絶望しかないんだよ、82マスって。なんかないか。ワープ駅に戻ってワープするのがいいんじゃないの。もうねえか。か、渡りに船か。みんなのカード。まあ、とりあえずみんなのカードいいんじゃん。確かにね。とりあえずって。いやいや、なんもないじゃん、だってお前。どうせ使えるじゃん。うん、動けるでしょ、次。え、これ。あー、あー、カードぶち、ぶち割るやつだ。1枚だけ。いや、何枚かは。やばいでしょ。早くして。どれも捨てたくないんだよ。豪速球保険いらねえだろ。いや、豪速球はなんかだって、まあ牽制用に持っててもいいと思うけど。いや、豪速球は、うん、俺は争いたくない。捨てる。でも俺は投げたくなるかもしれない。まあみんなに配られたからね。俺か、ごめんなさい。1個か。近づいても。
68で、これででも渡りの船使うんでしょ。めっちゃ近寄ると思うけどな。あ、すげえ。どっちだ。どっちだこれ。マジか。まあまあでもなんか普通に考えたら上は北っぽいじゃん。そうそうそう、ね、普通に考えたらね。ああよかったね。これもなんか向きがねくるって反転してる。あれみたいな。すげえ行ったな。でもいやもうだいぶ近づいたんじゃない。ナイスカードじゃない、絶好調の位置に近づきたいんだけどな。まあ今はあそこがちょっとこのまま突っ込んじゃいましょう。銀14か。絶好調のところに銀次は来ないでしょう。16か。めっちゃいいマスだね。虫眼鏡よ。てかどこ、あーいけねえかな。まあ、とりあえずこの3枚もらっとこう。いいや。お殿様福袋急行承認カード。お殿様、はんはんはん、持ってる。おー、いいじゃん、持ってるだけでいいんでしょ。すげえな。まあ、マサだろ、マサ福袋に、いや2つあるだろ。福袋かも使わないかな。蹴った方がいいんじゃないの。でも逆に次からね、今日折り返し多いな。結構戻されるな。まあ、直接的な害はないからね、ただ。お、やったいいなぁ。みんなぁ、絶好調になってたね。まだなってねえけど。いや、そろそろなる頃だと思うよ。いぜ。お、結構出たね。誰やじゃん、これ。つまり、3月にバンコクに行くときは、ね、ここにいるスポボと行くんだよ。全然違う話になりしましたけど。いきなり言わないでください。金に走ったね。6月ともなるとそれなりの金額になるね、うん、数千万単位。あ、なくなった。あ、順番なのかな。悲しい。そんなにもそうないと思う。特急カードが邪魔くさくなってきてるっていうのは嬉しい暇があるので、ちょっと使っていきましょうか。東京駅、なんか買えるかな。おー、駅弁屋。待って、ちょっと待っていっちゃいましょう。さて、そろそろね、スポポを追撃していかないと。10年目に向けて当然、総資産で争うんだよね、トップは。あ、まあまあ、最後に順位出るっしょ。結局なんかいけねえな。赤はな、行きたくないしな。まあ、ここだと射程に入ってるから戻せるんじゃないの。うんちか。うんちを着てんでしょ。急行承認ってなんか、はい、え、なんか急行系カードが買えます。これすごくいい。まあ、金が出ただね。禁止。マサでしょ、いらないの。こんなこと銀次いらねえだろ。まあ確かに銀次だな。恨みしか買わない、ね、あれ。こんなところにスタンプが。うんち。高いね。うんちいらねえよ。でももう先取ったし。ただで取ったのに8000万円さらに買わされるってね。どんどん行くぜ。ナイスカード。うんち禁止。ナイス感が感じられないな。みんなどんどん近づいてくるよな。まあやっぱり貧乏神がそろそろおかしいぞってなってんじゃないの。ここまで動きがなさすぎて。収益率はまあいいんだけどね。900万しか残ってない。あれ近くにいるんだね。近づいてる。何の話。スポポの話です。ずっと美味しい。いいね。どうかな。いや、いるだろう。そんなにいいかっていうのもあるけど、いやー、どれも欲しい。そんなわけないし。いやー、なんか
ちょっとカード使ってコマスかな、どうすっかな。レッツゴー、ね、読んないよいつの話してんだよこれはね、特急を使って選択肢を増やすっていうのもまあありだよ、ね、ありはありだね。いや、使おうかな。期間延長使った方がいいんじゃない。それさ、あ、いけるいけるいける、いいね。これ誰がつくの今知らん俺くせえな、わからん。俺も30何マス、ワンダーではない。ワンダーだったら絶対スクープの方が遠いから。よしよしよし、スポポー、よし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 、ま、そろそろ怖いよ。南に行って南カゴ、タコ、タコ、わからん、どこだろう。ちょっとピンとこないね。いやー、ユキチ記念館は買わないの。買わない。ユキチさんの記念館買わないの。あ、28か、近いな。確かに。しかも、下だね。下か。しかもあれでしょ。また俺っぽいな。今絶好調でしょ。うん。デフォで特急と同じ効果だから非常に近い。どこにだっけ下。あ、いたね。来るねどうしようかな。でも俺のぞみとか新幹線持ってるよ来るね。しかも嫌なとこで来たよポンポンペラポンペラポンポンってなんか、あ、ん？どうやってやったの？あ、よ、横横、あ、横でやられるんだ。リッチだね、2億の 1% のやつを買うと。じゃあ集合する感じだね。クレジット使えない。カレスラン。では皆さんに久々に集合してもらいましょうか。これさ、誰に作るんだ、誰に作るんだ。いや、最後の人、最後の人。いや、分からん。俺の1個前の人。俺だ。じゃあ集合しましょう、みんなで一度に返しましょういや、俺は近くなったから全然いいけどね。いや、なんかみんな離れてるとさ、迫力感がないじゃん。あ、これでまず俺についてみたいな話か。そう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 、なるほどね。あ、ついたね、ついたね。いや、俺だ、やっぱりで、さ、のぞみとか新幹線とかみんな持ってるじゃん。みんなキャーッと逃げ出すんでしょ一目散誰にすり寄っていくか。ただ逃げるよりはこの場にいるっていうのも手だよね。で、期間延長して、もちろんで、そうそうそう、もちろんその手もある。うん、そうだね。もう 2,3 回使ったからな、うん、これはね、とてもいいと思う。あ、使えるのか。その後どうすっかな。使わない方がいいんじゃないの。逃げるのかとどまるのか。とりあえずとどまろう。あ、まだ振れんのか。もう使ってもしょうがないし。ってことは、とどまる手段はないってこと。だったら急行系使って逃げた方がいいんじゃない。あ、まあ、そうだな、使おう。あ、悪くない悪くない、絶対逃げ切れる。下で来た。上から行って、まあ、それなりだけど、まあ、今逃げ切るのが目的でしょ、うん。星光使いかそうか。あ、そっか、スコップデフォルトで逃げ切れる可能性があるのか。そうなんだよ。なるほどね。デフォで逃げ切れんのよ。ここで牛を使ったらマジ本当に恨みを買うよ戦争を仕掛けるのとイコールだからねいや、まだね、悩んで、俺一番上だから、その恨みを買う必要はない。そうだよね、うん、しかも絶対逃げ切れるじゃん、うん、このマスだったら。そう、ここら辺もちょっと赤が多いんだよね、ただ、まあ、秋だからどうか、うん、まあ、ミックスの方に行くかどうかだね、ミカミックスの方に行っちゃう。じゃあ仲良く行こうか。
もう全く一緒だ。コシヒカリの水田買うんじゃない買っとこう、農林だし、はい、どうしようどうしよう、あいやいやいやそれはないでしょ、ここで戦争仕掛けてくるのをやめよう。いや、急行系でなんか持ってんじゃないのカード。戦争しないなんて言ってないし、いや、まだ金魚コンビじゃないなんだ、急行周遊持ってるじゃん、大丈夫だよ、それなら。いや、急行周遊使えば大丈夫よ。あ、結構出たね、これ結構いい目だよ、だって、うん、ついてきてる、うん、うん、どうしなんで連れてったの、うん、5000万なんかちょっと嫌な予感がする。皆さんどんくらいの距離にいるんだろう。もう次で振り込める感じ、どこだっけ。いや、もうちょっとあるっしょ。ぶっ飛び急カード1回使ってそう。結構出すね、みんな。で、こっちから行けばいいよね。まあね、うん、こっちから行けばね、問題何もないし、おー、しかも2枚目の刀狩り、刀狩りも裏切買うから、うん、まあ、とりあえず持ってるもんだけど、進むか。あ、ここね、こっちから行く気が近いのか。まあいいや、まあ、カードもらっといていいんじゃないの、うん、いいのあるね、イカヤモンドがあったね、いいのあるけどさ、無料いや、無料カードで1億円の価値がある。ああ、そっか。え、マスカット、マスカットはね、これね、岡山ですよ。そうなの、ほんとほんと、カブって桃じゃないの。いや、岡山や。おー、すげえな。お、この後は、この後は銀次が銀次は来る、来そうなんだよね。まだもうちょっとあるんじゃない。ナイスカードいった。ちょっと待って、待って、何こう超乗ってるカード。え、独占都市で半端ないじゃん。いや、これは持っとくね。でも恨みを買うよ、ね、やっぱりね、最近思うんだけど、恨みを買わないプレー、そういう人生にした方がいいと思うお前は恨みばっかだからこれはいいかな。持ち金ゼロカードを捨てましたね。本当に貧乏だからおとなしい、うん、エアプレーンになってミニミニボンボン、おやおやおや、おや、来るか来るか。いや、ミニボンビーでしょ、ほら、まあ、そりゃそうよ、お変わらんの、そりゃそうよ。あ、でもこれ見えたが来ないに越したことないじゃん。氷だ増資はできないとなるほど。銃か、まあ、もう近いし安全に行こう。弘前リンゴあたりがありそうだけど、これとこれ、この2つも買おう。よし、OK、あれずんだ餅1年くらい入んない。ああ、射程内だね。なんだ、全然だな。みんな近いと思うね。みんな近いね。あ、いやー、本当に分からなくなってきたぞ、これで。
ろうな。駅に逃げ込むか。勝ってるけど。まあしょうがないな。4。4がいる。5。どこ？入れないね。8の辺。スポボードか。そこら辺買ったんだよ。6か。6か。これはいけそうだな、でも。いけない。いけないか。でも3の辺が入れ、3の辺青森。そのあたりで物件が買い出されそうな。それはいける。そうそうそう。いや、その家。そこ、うん、今いたところ。いけるかなでやったら早いんじゃない。いけるかな。でも、マイナスか。で、見て、そうそうそう、買うねー。おっ、やってきた、来たね。ここで来たか。これでかいな。これで本当に来たのか。やってきた。666。本当に分からなくなってきたぞ。いやでもまだミニボンビーの時だからね、全然いいでしょう。いやー本当に分からなくなってきたな。エアポート被ってる。いいねー。持ってたけど。本当に分からなくなってきたし、なんか結構持ってかれるし。1か123か。スペシャル使えばいいじゃん。俺持ってねえし。飛びかれるか。おい、思考よれ。はあはあはあ、なるほどね。うん、まあそんなことはしないからね。あ、全員じゃないんだ。無料カードでも1億円でしょ。まあ売ってもいいかなって感じだな、もう今となって。うんち残した。ああ、落ちた。2か、1234。2かよ。うん、入った。もう連続。まずいなぁ、これ誰だ。独創再生。これ誰が使う金庫番だ。いやぁ、俺は近いよな、これ。あ、ありがとうございます。これ1回だけ。1回だけでしょ。ワンダーさんです。まあ、今ミニボンビーだからね、一応。確かにね。どこ、これ竜王園水産加工はちょっとわからないな。でも北海道っぽい感じするけど、名前って。予想ね。あー、いいね、ミニクヤ。どっちかだっけ。できない。できない。36マスってことは北海道じゃないかな。いや、北海道だね。結構遠いな。ってことは。逃げ切りだね。でもまだミニボンビーだよ。いやー、なんか危険な香りすんだよな、ミニボンビーの後って。スポット。おお、いいね。あれ、これってなんか悪いことが起きそうな顔してな。生ハーゲン。おお、何、なんかハーゲンバッグっぽい。ちょやばいんじゃないこれ。何すか。ピタッてきた。ピタッと。ミックス社長に。え、違う、物件。いやでもこれ、え、全員に来るね。来るね。消えてないしね。結構、しかもさ、出かけなかった。逃げらんねえじゃん、あいつ。だってあいつ映るの。いや、映るとかじゃないでしょ。あいつが勝手に寄ってくる系でしょ。そうそうそう。信仰上につけられてるし。確かに。なんか俺に来たのかと思った。いやー、収入を使うか。みんな仲良く近寄ってきてるね。生ハーゲンってさ、生ハーゲンってさ、ランダム。まあ誰に来るかはランダムでしょ。ランダムってことは危険だな。特殊
一見持ってる人だけどね。持ってないの？あ、そっか。怖いね。しかもさっき見た感じだと農園系もぶっ飛ばしてたよね。あ、まあ山岳地方よりがあるのか。特急は2枚か。でもぶっ飛びも2枚持ってきたいかな。あ、もう持てないか。ぶっ飛び周囲高っ。高い。ぶっ飛びで周囲は手が出せない。ぶっ飛び周囲ってでもなんか持ってていいことある。あ、ぶっ飛びってこっちか。いや、全然あるだろ。あのエアプレーンのやつ時に休暇を使えるんですよ。怖いな。生ハード進行方向上にやつが、まあまだミニボンビだ。あ、でもつけられるか。あ、つけらんねえか。つけられない、つけられない。ロッキーバーガーすげえいいな、5000万の 100% ってこれ買ってた。これは絶対超お得物件じゃん。あ、落ちた。これはもう取ったもんね。こいつは行くしかないよ、ケーバーさんは。まあ、つけられるね。ついたね。あ、スーパー、スーパーじゃん。スーパーナイスだ。いや、読み上がるだろう。いいなぁ。お、生ハゲ。来ないでくれ、頼むから来ないでくれ。あ、ちょっとね。やめてくれ。俺あー、俺の乗りも持ってくる、乗りも持ってくる。そうか、そうか、そうか。貴重な物件が俺についてるもん。そう。で、まあそこだったら何もしなくてもいけるでしょ、どっちかには。あ、うん、これはちょうどつく感じかな。北へ、まあ持っといて無難でしょ。刀狩りはな、欲しいからな。無料カードだ。さて、一応近づいておくか。まあ、どこを使っておこう。ちょっと次の銀もうこれはいいよ。一度手放してるしね。してる。そして銀次が半分。それから？それからって。なんか出たね。どうしようかな。もう一個しかない。ん？これは？ピタリン。ピタリン。やだ。戻ってきた。避けない。危ない危ない。まあいや、ちょっとお金ないから売ったらいいんじゃない。てか、網走に行けば。それは売れない。売れない。網走近くない？確かに、行っちゃえばいい。うん、そうそう、そういうこと。もう何マスかね、上の方に行けばあるんじゃない。あー、特急収入高い。3億か。ちょっと買えないな、3億は。なんか目線が、いやいや、目線がやめよう。わからないからさ、目線もらっても。ここで決算か。大きいな。金が入ってくる。生ハーゲンってまだいたよね。まだいる、まだいる。全部なくなってる。ゼロ円になってる。5億とか4億入るんだ。でっかいな。いやー、スポボ社長ほぼダブル作戦になってきてるな。